はい、皆さんこんにちは。今回ですね、パンクとジェネレイドを組み合わせていきました。パンクの強みとしてはですね、パンクギミックを使うことによってフィールド魔法に何でもアクセスできるんですよ。なんでフィールド魔法がないと何もできないジェネレイドにとってパンクはかなり好相性なテーマで、なおかつジェネレイド召喚権を使わないので、セアミンだったり、シャラクサイと相性がいいですね。でシャラクサイは相手ターンにシンクロ召喚できるんですけども、まあジェネレイドステージをすびきしていればシャラクサイを使ってシンクロ召喚してアメイジングドラゴンを出したりもできるとかいうね、なんかそこそこ強いギミックになっておりますので、こちらのデッキ使って遊んでいきたいと思います。まあパンクばっかり引いてるんで、まあ、パンクギミックから使っていきたいと思います。まあとりあえず相手がうららを打ってくれたんで、ここはサイフレームギアガンマから入りましょう。これは最強ですね。パンクにしてもジェネレイドにしてもサイフレームギアガンマかなり相性はいいので入れとくかと思っております。でセアミンからシャラクサイをサーチしてそのまま通常召喚で、カープライジングですね。基本的にはセアミンを通常召喚から入った場合はフォクシーチューンをサーチして、シャラクサイを特殊召喚するという形になります。でカープライジングからなぜか素引きしているワゴンを手札から特殊召喚しつつディアノートを特殊召喚で、こちらのジャムストリーム、ジャムエクストリームセッションのフィールド魔法を貼って、ドラゴンドライブ、そのまま適当に、効果を発動しつつマダムスパイダーサーチですね。でそこからワンドローを重ねて、ワゴンを除外してマダムスパイダーを特殊召喚。これで、デンジラスガブサーチしてきて一妨害で、さらにツードロー、あ、ツードローか、あ、ツードローだなでとりあえずリバイエールを出してワゴンを特殊召喚していきます。そして2体のモンスターでヌトスを特殊召喚、リンク先にモンスターが飛び出たんでレベル3のモンスターを特殊召喚、さらに、こちらエンシェントフェアリードラゴン効果によってフィールドを破壊してジェネレートステージをサーチと、でこっからシンクロ召喚してフルールドバロネスを立てていきますけども、なぜ俺はここにバロネスを立てたのかわかりません本当だったらバロネスの攻撃力3700っていう風に構えれたんですけども、なんででしょうねこれよくありません。まあ何が来ても誘発は、バロネスで防げるんで、まあ、ロプトルから出していきましょう。相手は、この方は、スパイラルですね。なのでとりあえずハールをロプトルの効果で特殊召喚しつつ、ハールの効果で相手のモンスターを1枚墓地に送っていきます。でモンスター特殊召喚されますけども、そこに関してデンジャラスガブで妨害やっていきましょう。でまあこいつが出てきたらねハールで割っていくだけと、できればバロネスの効果は使いたくないんでここでサレンダーと、まあ、こんな感じで、パンクギミックで安定してフィールドにタッチできるっていうのがパンクジェネレーションの強みですね。それでは2戦目ですけども、ここでも、パンク指導ですね。なんでセアミン通常召喚のパターンからまず無限包囲を打たれますんで、マスターズの指名者で無限包囲を弾いていきます。そしてフォクシーチューンの効果を発動、そこに関してゾージーが飛んできますのでうららで弾いていきます。でまあ手札コストはディアノートですね。ディアノート素引きが痛すぎるんでディアノートは2差ししております。でゾージーは相手のターンに打ちたい感じですね。とりあえずカープライジングの効果によってワゴンとディアノートを特殊召喚で、ワゴンの効果でジャムエクストリームセッションをサーチしつつそのまま発動と、この流れはいつもと一緒ですね。サイフレームギアガンマから入っていればクロシープが出てたりしますけども、そこはあんまり関係ないのだ、コウシ君っていう感じですね。で、シャラクサイを特殊召喚しつつ、ジャムエクストリームセッションでドローしていくと。さらにワゴン除外してマダムスパイダーの特殊召喚。デンジラスカブですね。そのまま2ドローまで行きます。で、ここでまあ、ゾージープラス、ハカネのシメシャルのかなり強いですね。で、リバイエールから、とりあえずレベル3中段何でもいいんで出して、ヌトスからシンクロ召喚、エンシェントフェアリードラゴン。まあ、この動きが最強ですね。で、今回はレベル3モンスターが、レベル3チューナーがね、供給できないんで、エンシェントフェアリードラゴンをエクストラモンスターゾーンに出して、2伏せしてターンエンド。まあ、かなり強いんじゃないでしょうか。で、ジェネレードステージからロプトルを出して、まあ、ほんとこのジャムエクストリームセッションの効果で、どこ行ったジャムエクストリームセッションこれジェネレードステージだわ。こいつの効果で2ドローできるんで、そこでまあそこそこ枚数が入ってる誘発を引きに行けるっていうのはかなり強みですね。ハカードの指名者だったりマスターズの指名者だったりで、相手が、スプライトなので、ここはホールのジェネレイドニードヘッグを特殊召喚で、さらに、レッド、おおサロスエロスクルヌギアスうざまあ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 、こんだけハンドがあったら別に何やっても構わないのだ、コウシ君っていう感じなんで、やっていきましょうか。まあ、所詮サロスは、対象にとってしまえばあいつ雑魚なんで、まずはパンクセアミンの効果によってフォクシーチューンをサーチ、そして2体のモンスターで、シンクロ召喚フルールドバロネス、バロネスの効果で割っていきます。まあ、これで概ね勝ちですね。とりあえずキンテレからセアミンを特殊召喚しつつフォクシーチューンの効果、パンクをリリースすることによって自身を特殊召喚
そして2体のモンスターでダイレクトアタックですね。まあ、とりあえず打点が稼げればそれでいいんで、こんな感じにしております。まあ、パンクギミックを使って、あれですわ。レベル8、2体並べて、ジ・アンデッド・ヴァンパイとか出してもいいんですけど、まあ、そこまでではないですね。で、サイフレームギア、ガンマを、割りつつ、ハールの特殊召喚。まあ、これで盤石、盤石って感じですね。ビーバー来ますけども、とりあえず墓の指名者で墓地のビーバーを除外していって、ビーバーの効果を無効にしていくと。はい、勝ち。はい。まあ、こんな感じで安定性がマジで高いですね。まあ、バロネスの一望外にハールがいるだけでもそこそこね、鬱陶しい盤面にはなるかと思います。で、ラストなんですけども、相手めちゃくちゃ事故ってますね。まあ、時間がないんで、とりあえず、時間がないんだね。時間が余っちゃったんで、とりあえずもう一戦やろうかなと思ったんですけど、もう一戦リプレイ使おうかなと思ったんですけども、まあ、とりあえず、セアミンから入っていきます。で、フォクシーチューンの効果によって特殊召喚していきますが、ここは増殖するGと、ディアノートを出してスマーバトルに入っていきましょう。まあ、これね、あんまり関係ないんで、はい、2回に殴って、シンクロ召喚、ジャムドライブドラゴン、ここでサーチしてくるんですけども、シャラクサイをサーチですね。本来だったら雪ウサギをサーチしようと思ったんですけども、この時雪ウサギを完全に入れ忘れておりまして、出せないっていう感じですね。なんで、相手がドローに合わせてジェネラルステージ発動していきますけども、増獣を払えると、増獣を撃たれると。まあ、増獣撃たれなかったら、ロプトルを特殊召喚してうんぬんかんぬんと思ったんですけども、増獣が入ってるの偉いですね。相手はイビルツインスプライト。まあ、とりあえず、ハールの効果を使っていきましょう。で、使いますけども、これでね、ドロイドブルム特殊召喚に合わせて、違う、ハールの効果に合わせてドロイドブルムを撃たれたんで、いい感じにドロイドブルム墓地に送られて、ハールの無効効果を使わされてしまうと、めちゃくちゃうまく回されましたね。でそっから相手はイビルツインスプライトの展開をかましていきます。これはちょっとやばいけど、まあ、リプレイにするってことは勝ってるんでしょうね。まあ相手ゾージが、最初に初手に3枚固まってましたけど、3枚固まってたのがかなりいい感じに作用してる感じですね。からリーラからギガンティックスプライトで、キャロットとブルーの2体でスプライトエルフ、エルフから今度はレッド、違う、こっちがキャロット、こっちがレッド、はい、レッドを特殊召喚して、まあ、ここ攻撃表示にしとけばよかったかなと思ったけど、あんまり変わんないですね。墓の指名者伏せてターンエンドと、まあ、レッドがいますんで、1回は妨害かませられますけども、とりあえずディアノートの効果で、レッド使わないかなっていう感じですね。ロプトルの効果、つがったところで、レッドの効果でリリースされると。でそっからブルーの特殊召喚。まあ、先に、ブルーを蘇生しておいて、ブルーをリリースして無効にした方が良かったかなと思いましたけども、そういうわけじゃなかったみたいですね。で、バラを特殊召喚して、ハールを蘇生しに行こうとするんですけども、墓の指名者で止められていくと。とりあえずレイバーテインをオーバーレイして、効果発動して2体取っていきますからバトルフェーズですね。でこの盤面、シャラクサイを残しておくことはかなりいいことで、序盤にも話したんですけど、シャラクサイが残っているとジェネレードステージとのトークンでシンクロ召喚で、アメージングドラゴン出せるんですね。なんで、バラを特殊召喚して、バラじゃない、バラニードヘッグ特殊召喚しつつトークンを2体生成すると、マグナムート出されますけども、あんまり関係ないですね。ここはキスキル出たところでなんですよね。キスキル出たところでリーラリクルートできないんで。なんで、こっからアメージングドラゴンの効果によって、2バンス。さらにオルブガンドの効果。互いにワンドローして、1枚ずつ素材を重ねるんで、攻撃力を3000に。で、相手はエンドフェーズに入ってきて、ドロイドブルームを、サルベージしますけども、もうここまで来たらあんまり関係ないですね。あとは、いかに相手のモンスターを殺していくかっていう感じなんですけども、とりあえずバトルフェーズ。はい、ニードヘッグ。で、ここはね、ドロイドブルーム出されますけども、相手のライフポイントがもう2500しかないんで、どっちを取っても、こっちのジェネレードのダイレクトアタックで勝利と。まあ、こんな感じで、シャラクサイを残しておいても、そこそこいい感じの勝負になりますよっていう感じですね。ということで、改めてデッキレシピはこんな感じです。ジェネレードにパンクを入れてるんで、パンクとしての強みというのは、まあ、そこそこ失われてるのかなっていう風に思います。本当にパンクが、フィールド魔法をサーチしてくるっていう、そこの動きプラス、まあ、うまくいけばバロネスが立ちますよぐらいの、その程度の役割しかないんで、パンクとしての強みは失われていますけども、ジェネレードとしての安定性はかなり高まっています。ただ、今回デッキが42枚でして、ジェネレードにしてもパンクにしても、サイフレームギアガンマ、
割と初手に引き込みたいカードであるんですね。そこのガンマを、ちょっと確率が下がっちゃうのはしょうがないっていうのと、生物の態度ね、今回ね、2枚しか積んでないんですね。なんで気になる方は3枚入れてください。ぶっちゃけパンクでジェネレードステージサーチできるんで、下手したらステージ1から2でもいいんじゃないかなっていう風には思っていますけども、ちょっとまだ怖いんで3積みしている感じですね。パンクギミックさえ決まれば、ステージには絶対タッチできる。で、ジェネレードステージ3枚入れておいたら、パンクギミックで止まっても、止められても、ジェネレードステージから展開できるっていうことで、一応3枚積んでおりますけども、1から2でもいいかな。いや、ちょっと怖いなっていう感じですね。まあ、もしくはディアノートを1枚抜くとかですね。ただ、ディアノートを素引きしてしまうと、本当に虚無になってしまうんで、そこだけはご注意ください。ということで、こちらのパンクジェネレードを使ってみたい方は、ぜひ使ってみてください。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。